今日も疲れたな。はい、あ、わかりました。はい、注文しておきます。はい、了解です。あ、メールに、あ、わかりました。はい、確認します。さて、名刺を頼んでほしいと頼まれたんだが、メールが来てるらしいぞ。どこだろう。お、これだこれだ。しゃ、ちょっと電話してみるかな。はい、こちらどうでもいい印刷でございます。あ、いつもお世話になっております。お世話になっております。あ、はい、あ、ありがとうございます。今どうお電話よろしいですか。大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。ちょっと頼みたいものがあってお電話したんですけど、はい、名刺を頼みたいんですけど。 ありがとうございます。お名前伺いしてもよろしいですか。あ、はい、下剛と申します。下剛様、ありがとうございます。今担当の者につなぎますので少しお待ちください。あ、はい、わかりました。ちょっと待ちますね。はい、もしもーし、もしもーし。あれ全然出ない。あれ全然出ないじゃん。は、なんだよ、待たせんなよ。マジか。マジか。あ、はいはいはい、はい、お待たせしました。担当のエイ行です。担当のエイ行と申します。あ、はい、あ、担当のエイ行と申しますが。エイ行さん。はい、うちの担当その名前でしたっけ。え、うちの担当の人はエイ行さんでしたっけ。あ、それがですね、下剛さんの担当だった武者部行さんがですね。そんな名前でしたっけ。え、前の人。そうなんですよ、その名前でしたっけ。え、はい、そうなんです。辞めてしまいましてですね、私、エイ行が担当いたします。そうなんですか。はい。じゃあ、名刺を注文したいんですけども。え、名刺ですか。いや、名刺を。申し訳ありません。名刺はね、やってないんですよ。名刺じゃないです。名刺です。はい、名刺じゃないです。だからね、名刺はやってないんですよ。私の弁当でよかったら。いらないっすよ。僕が欲しいのは名刺です。名刺ですか。なんだ、そうならそう言ってくださいよ。いや、言ってたよ。むしろそれしか言ってないよ。うん、むしろそれしか言ってないよ。もう飲食店と間違えたと思いましたよ。で、何枚にします。そうですね、これじゃあ500枚でお願いします。あ、5、5枚。やっぱり飯じゃないですか。いや、500枚。5枚ですか。やっぱり私の弁当の白米じゃないんですよ。だからいらんねえんだよ。お前の弁当どうでもいいんだよ。いいですか。白米じゃやはりダメですか。おいおい、どうした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 。我が白米に一分の悔いなし。どういうこと。誰だお前。はい、巣に戻ってんじゃねえよ。うぜえな。500枚。あ、飯を500枚ですね。違う違う違う、何が来んの。500枚。私の弁当ですけど。いらねえよ。てか、どんだけ弁当食うんだよお前。大体いつも500から5000くらいですかね。プランクトン並みに飯食うじゃん。なんだお前、どうなってんだ。お金なくて困ってます。だろうな。むしろ食っていけてると思うよ。それは奥さんに感謝しなさい。名刺な、名刺を500枚。あ、名刺を500枚ですね。かしこまりました。それならそうと早く言ってくださいよ。え、言ってるからね、さっきから。それしか言ってないからね。ありがとうございます。以上で注文よろしいですか。あ、待ってくださいね、はい、あとはあ、チラシもお願いします。そうきましたか。まさかさらにレベルを上げてくるとは。え、急にどうしたんですか。5国前でも無理なのにチラシ寿司なんて無理ですよ。飯から離れろよー。